はい、今回はニトリレディース最終日の結果について語っていきたいと思います。早速結果からとなりますが、ニトリレディース優勝に輝いたのは通算9アンダーで菊池絵理香選手となります。菊池絵理香選手、優勝おめでとうございます。今大会は初日からサスペンデッドなど天候に大きく影響されましたね。そして最終日についても雷雲接近で10時26分に中断、そのまま天候の回復が見込めないということで競技不成立となりました。つまり第4ラウンドは途中までプレーを行っていたのですが、そのプレーは完全に無効という感じになってしまいました。最終日に上田桃子選手がトップタイに浮上しており、優勝のチャンスではあったのですが、最終日に活躍を見せていた選手にとっては残念ながらという感じでしたね。ということで第4ラウンドが無効となってしまったため、勝負の結果は第3ラウンド終了時点での順位ということになります。第3ラウンド終了時点では岩井明愛選手、菊池絵理香選手、シン・ジエ選手がトップタイだったので、この3選手のプレーオフという展開になりました。プレーオフは17番ホールのパー3での戦いとなります。プレーオフがパー3というのはちょっと珍しい気がしますね。天候が怪しい状況だったのでスピード勝負という判断だったのでしょうか。まずはシン・ジエ選手のティーショット、カップ奥にグリーンをさせます。続いて菊池絵理香選手は少しダフってしまったのかグリーン手前にショート、岩井明愛選手はグリーン左手前のバンカーで目玉となってしまいます。菊池絵理香選手のアプローチはまずまずの位置に寄せ、岩井明愛選手は目玉ながらも左足上がりが唯一の救いだったので、フルショットのパワーで脱出させるもののキャリーが出せず、なんとかグリーンをさせる感じになりました。岩井明愛選手のパーパットは惜しくも外れ、シン・ジエ選手が圧倒的有利と思われたのですが、下りのパットを軽くチョンと打ったのにもかかわらず思った以上にオーバーし、シン・ジエ選手も苦笑を浮かべます。そしてシン・ジエ選手の返しのパットは惜しくも外れ、まさかの3パットに。状況は一転、菊池絵理香選手に優勝のチャンスが巡ってきたのですが、これをしっかり決めて優勝となりました。菊池絵理香選手は昨年も北海道の地元優勝をしているので、これで2年連続の地元優勝ということになりました。菊池絵理香選手、第4ラウンドは前半にあまりバーディーが取れず、トップと2打差の位置でこれから追い上げていくという状況だったのですが、天候の影響で予想外の展開となりましたね。でもこういうチャンスをしっかりものにできるのも実力ですからね。本当に素晴らしいプレーでした。これを機に今後の活躍にも注目ですね。はい、今回はニトリレディース最終日の結果について語ってみました。今回もゴルフの話がたくさんできて大満足です。それではまた。